なので今回はフォトショップで背景をぼかして自然な一眼のような写真に仕上げていきます。こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日は切り取った被写体をもう一枚の写真と組み合わせた時に自然なボケになるような方法をやっていきます。切り取った写真と背景の写真を一眼のように仕上げたいという人はぜひ参考にしてみてください。ではフォトショップでやっていこうと思います。はい、では今回使う写真がこちらです。まず背景になる写真がこのカリフォルニアのサルベーションマウンテンにあります。これは山だけを撮っているので全くボケていない状態です。そして切り取りの写真がこちらです。人物の切り取り方法は前回の動画でやったのでぜひそちらも参考にしてみてください。仮に今この2つの2枚の写真を合わせてみようと思います。まずこの被写体の写真をまずコントロール C、コマンド C でコピーしてサルベーションの方にペーストしたいと思います。コマンド T で大きさを変えつつ場所を移動させたいと思います。こんな感じでざっくりやっていきました。で、この写真を見ると分かると思うんですけど、普通一眼の写真って人物が手前にあった場合背景ってボケますよね。この場合人物も背景も全然ボケていない状況なので、ちょっと F22 ぐらいなのかなっていうぐらい結構はっきりくっきりした状態になっています。実際背景になるものって結構ボケますよね。例えば先ほどの写真、切り抜いた写真、シフト押すとマスクをキャンセルというか×にできるんですけど、この写真を見て分かる通り人物がくっきりして背景はボケている、こんな感じが結構理想ですよね。人物はくっきり、背景はぼかすっていう感じで仕上げていきたいと思います。では前回のボケの動画出したんですけど、それをやってみるとどうなるか最初やってみたいと思います。では背景をクリックしてフィルターぼかし、ぼかしガウスをクリックしてこのスライダーでボケ感をどういう感じにするか決めます。例えば 24.7 ピクセルでこれで OK したとします。これで見た時にわかると思うんですけど、人物がくっきりしていて背景があまりにもボケていますよね。どこも距離を関係なく背景が全部統一したボケになっていて、一眼で撮った時みたいに距離によって違うボケになっていないのがわかると思います。だからこのやり方はちょっと NG なんです。今回は距離を意識して場所によってちょっとボケのスライダーを変えていくという方法をやっていきます。では最初のように戻していきます。この右上にあるヒストリーを押すと、ここに戻りたいという時に戻すことができます。ではまた最初からやっていきたいと思います。まず距離によってボケ方を変える方法は、まず最初にボケ感を後から変換できるように、この背景をクリックした状態で右クリックを押します。そうするとスマートオブジェクトに変換というのが出てくるので、それをクリックします。これをすることによって後からボケ感を変えることができます。これを逆にしないと後から変更できなくなってしまうので忘れないようにしてください。で、上にあるフィルターをクリックします。そこにあるぼかしギャラリーのフィールドぼかしを使います。で、今真ん中にこの丸が出てきたんですけど、この丸をクリックしてドラッグすればいろんな場所に置くことができます。この置く場所によってぼかしを変えることができるんです。例えばここに置いたとします。そして右にあるぼかしでぼかし方を変えられます。手前から見て一番奥にあるので、ここ一応階段になってて、ここが一番遠くの場所にあります。なのでここはちょっとぼかしを少し強めにします。そしてさらに手前、だん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 手前になっていくので、このぼかしを小さくしていきます。さっき20だったので、じゃあここら辺は17ぐらいで、でここも同じぐらいの距離なので17ぐらいで、この矢印になれば場所を変えられます。そしてここもちょっと正面から見た時に斜めになっているので、ここもちょっとここよりは遠めの場所と考えていいと思います。なので先ほどここが17だったので、ここを18ぐらいにします。でここがさらにもっと遠くなるので19、こんな感じで近くなれば近くなるほどぼかしを弱くしていって、遠くなればなるほどぼかしを強くするという方法です。でここら辺は結構近いので、もうぼかしを少なめにしていきます。
こんな感じで仕上がりました。いっぱい点も打ったんですけど、まあこれはターゲットのようなものですね。ターゲットをどこに置くかによってぼかし方が変わるっていう感じです。なのでこれで大丈夫って思ったら上の OK をクリックします。こんな感じで背景は一旦仕上がりました。ではビフォーアフターを見ていきます。まずビフォーがこちらで、アフター、先ほどぼかしをやったアフターがこちらです。手前がぼかしがあんまりなくて、奥に行けば行くほどぼかされていくっていう感じが見えますかね。さらにこの被写体も明らかにこう斜めを向いているので、髪の毛の後ろとかは少し距離があるという感じですよね。なので被写体も少しボケを入れていきたいと思います。では被写体のレイヤーをクリックして、またスマートオブジェクトに変換します。そしてフィルター、ぼかしギャラリー、フィールドぼかしで、先ほどと同じようにこの丸のターゲットを置きたい場所、ぼかしたいところに置いて右のスライダーで変えていきます。ただ被写体の場合もう被写体がメインなので、あんまりすごいぼかすことはないです。あとさらに顔は絶対ぼかしたくないという時は、このスライダーをゼロにすると、ここは全くぼかされないので、それもやっておくといいです。こんな感じですかね。できたら OK をクリックします。先ほどの被写体だけのぼかし、これがビフォーでこれがアフターです。近くで見るとちょっとわかると思います。遠目から見るとあんまりわかんないんですけど、近くから見るとわかると思います。先ほどのビフォーとアフターです。ここら辺が結構ボケてる感じで、でも顔は全くボケていない感じになります。ではビフォーアフターを見ていきたいと思います。これがビフォーで、これがアフターです。被写体を中心と見ると、中心で見ると、これがビフォーで、これがアフター。結構被写体もボケつつ、後ろも距離を考えながらボケているのがわかりますよね。こういう感じでやると一眼レフで撮ったような写真に仕上がります。全体的に一眼レフで撮ったような写真にするには、背景と被写体がいい感じのボケにならないと作り上げることはできません。より自然な一眼で撮ったような写真にするには、ぼかしガウスを使うよりはちょっと手間はかかるんですけど、こういう風に距離を考えて使うフィールドぼかしの方がナチュラルに仕上げることができます。はい、では今回は切り取った被写体と背景になる写真を1枚に合わせた時に自然なボケになるような方法をご紹介しました。背景をいい感じに距離を考えながらぼかしをして、その後被写体の後ろをちょっとぼかすなどすると、自然にナチュラルに一眼レフで撮ったような写真に仕上げることができます。切り取った写真と背景の写真があんまりナチュラルに仕上げられないという人は、このようなやり方でやってみてください。では3枚の写真を比べてみたいと思います。まず何もしていない被写体と背景の写真をそのまま合わせた写真がこちらです。そして次にぼかしガウスでやったのがこの写真です。背景がのぺっとぼけているのがわかりますよね。そして最後にやったのが今日やったフィールドぼかしで、距離を考えてぼかす方法の写真です。この3枚を見ても分かる通り、一番自然で一眼っぽいなっていう写真はこれだと思います。なので切り取った写真を一眼レフのように仕上げたいという人はぜひやってみてください。今回は被写体の切り取った写真と背景の写真がいい感じに明るさとかも合ってたので、何もすることはなかったんですけど、たまに色の違いがあるので、背景の写真に被写体の色を合わせたりとかする必要も出てきます。それは今後違う動画でやっていきたいと思います。また人物の切り取り方法など前回の動画でやっているので、詳細は概要欄からぜひご覧ください。切り取った写真の背景ぼかし楽しいじゃんって思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。なのでこんな感じで人物はくっきり、背景をぼかす。